こたびの戦、呉の命運をかけたものになろう。我が命をかけるにふさわしい。縁起でもないことを。命を粗末になさるなよ。てめえらの命、この官兵衛が預かったからな。大戦乱を率いて長江を下ってきた曹操を孫策劉備の連合軍が積極で迎え撃つ。大軍を相手にしながらも周瑜らの策略で撃退に成功し、曹操の平安は保たれた。魏の侵攻を食い止めた呉は反撃へと転じる。孫策自ら大軍を率いて出陣し、長江を越えて魏領に侵攻したのだ。手始めに漢城を破ると呉軍はさらに北へと向かった。建安20年、呉軍は合肥の攻略を開始した。呉軍来襲の知らせを聞いた曹操は首相張良に策を授け援軍を向かわせる。呉の、そして孫策の正念場が迫っていた。正面より北西の街道を目指すんだ。された容赦な。かかったな、太子陣。待て、手応えはあった。追い打ちは無用だ。志、仲間という無念。大志津よ、敵はきっと取ってみせるぜ。
あなたが来ましたか。わしがひねり潰してやる。あなたが来ましたか。このままではまずいですね。まいったな。殿、お旅よ。
たちもムタムタしてられねえぜ。手合わせ願おう。修行し直して参る。我々も負けてられんぞ。孫策はどこだ。誰だ。長領です。長領が来ました。さすが長領、一息に碁を叩きのめせ。到着するまで耐えよ。先陣は任せたぜ。はーい。逆賊曹操の息の根を止めろ。来るまで耐えよう。俺たちを向こうなんて甘いぜ。合流されたか。撃破！撃ち込んじゃった。他の者も遅れを取るなよ。
来たか。勝負はまだこれからだ。援軍に構うな。一気に突破するぞ。我が君の邪魔はさせません。我らも続くぞ。遅れるな。逃げ出したろ。我らの勝利だ。